はい、どうも、のきです。最近世間が自粛期間っていう変な状況なので、大変になってますけども、任天堂スイッチを買う人が急増したみたいなので、もしかしたら、まあ、ほとんどね、あつ森とかだと思うんですけど、まあ、スプラトゥーンも面白いよと。で、ぜひスプラトゥーンもやっていただきたいということで、今日は、スプラトゥーンを最近買った人向けに、簡単な戦い方っていうのを教えていきたいと思います。始めたてって最初何していいのかわかんないと思うんですけど、スプラトゥーンが塗るゲームってことは多分知ってると思うので、今日はちょっと塗りを意識して戦っていきたいと思います。はい、お待たせしました。今回ステージがアンチョビットゲームズと、デボン海洋博物館だったので、ね、ちょっとなんか、変なステージだね。最初って、もっとバッテラとかだと、思うんですけど。はい、まぁ、ちょっと塗っていきましょう。始めたての時ってね、いつも何してたかなって考えるとやっぱ塗ってたんですよね。昔の動画見返してみたんですけど、塗ってくれって言ってたわ。まあ今でも思うけど、なんか塗ってくれって言ってた。若葉シューターはやっぱ、綺麗に塗れるね。めちゃくちゃ綺麗に塗れない？隙間を残しとくとさ、ちょっとなんか気持ち悪いって人いるよね。そういう人は赤羽シューター意外とおすすめなのではないかと思います。やべ、インカーマー 2回転できたよ。アンチョビってこんな広かったっけ？今2回転したよね。ほら。あ、やばい！こういう敵には、もうずっとサブウェポンのボムを投げとけば、ほら倒した。自分が倒しに行く必要なくても、あ、これは運ですね。これたまたま倒せた。あ、当たんないか。ナイスー。こういうのはもう味方に任せようぜ。味方任して。いっちゃおう。まあやっぱ最初の方はね、倒していくっていうのが難しいし、操作が難しいから、こうやって塗るのを、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗やん。生きてるわ。うれうれうれ。こんだけ濡れてたら、どうする？あー、危ない！オッケーオッケー。でもこんだけ濡れてたら、相手もすごい戦いづらいと思うからさ。やっぱ味方のためにも塗る方が、あれこれなんで？さっき塗ったとこ塗られてるってことは、いるんだよ。ここら辺にいるんだよ。それか？だね。あ、降りてきた。インカーまで助けてあげよう。いいでしょう。こんな感じ。こんな感じ。最初絶対こんな感じでいいと思うんだ。あれ来てない。あれ、あ、そっちか。びっくりした。めっちゃびっくりした。びっくりしたな。よし。そことか、できればだけど、ボムとかスプリンクラーとか投げとけば、塗れるから。うん。味方強いな。味方が強いとさ、こうやって後ろ塗れるから。いいよな。綺麗にしちゃおう。これ多分ね、もし、経験者とマッチングしても、こうやって塗られるのがやっぱ一番、上手い人も辛い人もなんか抜けてる。あ、降りてるな。ナイス。あ、味方強いね。もう一人いる。オッケーオッケーオッケー。綺麗にしちゃおう。味方がなんかカモンしてた。ナイスー。いいでしょ？あ、なんか平和だ。すげえ。すげえ平和だった。あ、ちょっとジグン汚いから、もし死んじゃったらジグン塗っていくのが、いいんじゃないかな。来ましたね、デボン海洋。今自粛期間さ、外を出てる人、まだ結構いるじゃん。ニンテンドースイッチとか持ってないから出てんのがね。自分の家の外でも結構話し声とか聞こえるし、ちょっとまだ国民の意識が、あれですよね、統一してないというか、怖いよね、最近ね。どうなっちゃうんだろう、世界は。なんだかんだ綺麗に塗ったけどさ。上から塗るの強いよ、みんな。覚えとくと。得すると思うんだけど、やっぱスプラトゥーンとか、高低差があるとこ。雨みたいに垂らしとく。なんかいるぞ。
もうああいうのにはボムよ。ほい。オッケー。ボムね、一発で敵倒せるから即死だからさ、当たれば倒せるんですよ。ちゃんと当たれば。最初の方はサブを使っていくのが、いいんじゃないかなって。よし。だんだん慣れてくるとね、やばいやばいやばい。あー強いなー強いなー。まあ敵陣地塗ったことで、ちょっと塗りを残せたから、よかったよかった。死んだらこうやってね、塗って、自分を綺麗にしていくのが、いいんじゃないかなと、思います。よし。この金網濡れないからさ。うわー、危ない。金網ってか、あれか、ガラスか。ガラス全然濡れないから。もうちょい奥で戦う。戦いづらいんだよね。射程とか。相手の射程っていうか、武器の射程か。なんか簡単な言い方ないかなって今、思ったんですけど。なんだろう。おー、強い、ボム。もうやばい敵にはボムだね。ボム一本。うわあ痛い。ゲームで痛いって言っちゃう癖あんだけど。あるかなこれ。なかなか、いろんな人結構言うと思うけど。あ、これダメだったかもしれない。いや、倒した。よかった。危ねえ。時々ね、ジャンプしすぎて、前線、敵がいる方にジャンプしすぎてね、やられちゃうことあるので。もしもスーパージャンプするときみんな気をつけてください。これ始めたて何してたっけな？でもこうやって塗ってたよね、やっぱ。初心に帰った初心に。いるのかな？いた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 。ナイスナイス。ちょっと上から。いや、誰か来てるな。慣れてくると、でも倒すんじゃないですかね。一言になっちゃった。来ないか？危ない。オッケーオッケーオッケー。これも多分勝ったと思うよ。ナイス。はい、間違えしました。デボン海洋博物館、今さっきやったとこだ。よろしくお願いします。まあ、武器とか多分結構スプラトゥーンっていろんなのあるから迷うと思うんだけど、最初は若葉シューターがすごい使いやすいか塗りやすいから本当におすすめ。上手い人でも若葉シューターね、まだ使ってる人全然いるから、まあでもいろんな武器も使ってほしいんですけど、あと友達とかにね、友達とかにスプラトゥーン進めて一緒にやるのがね、もし、落ちちゃった。ちょっと落ちる気なかった。ごめん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 。うわ、怖い。上にいるんだ。上取られてんの嫌なんだよね。お、倒した。うおぉ。怖い、怖い。いいね、いい感じ。あ、後ろにいる。味方がやれてしまった。ちょっと塗ったとこ塗り返して、おっと、マルチミサイルを。チャンス、よし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 。マルチミサイル止まるからな。チャンスだよな。残されたとこきれいにしよう。もう敵がいた形跡を全部なくす。気持ちいいよね、こう、濡れると。ん？あれ？今下にいたよね。あー、危ない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 。量やば。この下いるよね。え、後ろ？危な！え、なんでそんなとこいた？あ、危ねえ、危ねえ。なんでいた？あ、当たってる。いやー、ダメか。やりきれないか。気をつけないと、あそこ。あ、味方行く？味方行くならインカーマーつかない。あ、誰かやってくれ。ナイス、ナイス、ナイス。あ、ナイス、ウルダハンコ。じゃあ、ちょっと挟むか。うわー。ああ、ナイス、ナイス、ナイス。味方とね、挟み撃ちとかするとね、強いんですよ。
意外と仲間のいる位置も確認できるとすぐ上手くなると思う。でも高台怖いな。暇だったらこうジグを塗っとくのが一番やな。いや今熱盛流行ってるけどスプラトゥーンまた流行んないかな。みんなスイッチ買えないんだよね。買えないのがやだよね。危ない。来てる？お、ここにビーコンが。ビーコンは壊しとかないと敵飛んでくるからさ。あれいない。あ、遊んでる！見て！遊んでる、あそこ。よう、混ざりに行けなかった。時々ああやって変な言い換えるからね。あ、ジグンちょっと塗られてんじゃん。まあ、でも勝ちでしょ。ナイスー、ありがとうございました。スプラトゥーン本当におすすめ。スプラトゥーンすごい難しいイメージあるけど、遊んでみたら本当に面白いから、超おすすめです。ねえみんな。